皆さん、こんにちは。タラメリ、第百五十二回、日商簿記検定三級に関する回答速報を開始いたします。担当はレックの富田でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。はい、はい。 えー、じゃあね、えー、早速でございますがあ本日実施されました3級の日照検定募金ですね、えー、日照募金検定の3級ですね、えー、こちらについての回答速報ということで、えー、お時間30分程度頂戴をいたしましたですね。 えー、今回の試験についてのまあ,あ予定よし、えー、こちらをお話ししていこうと思います。えー、まずはですね皆さんあの試験の方お疲れ様でございました。あの3級の方は朝からね試験というところがありますんでまあ,あ中にはねあの試験会場を迎われる時は雨が降っててね足元悪い中一生懸命行ってきましたよと。 いいう方もおいでになると思います、えー、なかなかねまあ,あ試験の前日なんかはあ明日どうしようかなっていうのもあってね寝つけないようなところもあったのかなとは思いますけどもまあとりあえず。 ここまでね、一生懸命やってきていただいたものを、今日の試験にぶつけていただいたとういうところになります。でね、まあ今日皆さん方のご回答いただいたこの3級の試験なんですが、まあ、私の方でもですね、えー、試験後問題を入手いたしましてですね、えー、回答手続きを取りまして、 まあ一通り模範解答という形、まあ、スタッフと共にですけどね解答速報という形で出させていただいておりますあ私どものまあホームページの方から解答速報はご覧をいただくことができますあよいしょちょっと映しますけどね、はい、今回の解答速報第1問仕分けの問題から始まって第5問 PLBS まで、まあ、全般にわたってね私どものが考える解答というものを出させていただいておりますでこれね 毎回ご要望が強いので今回も各門第1問から第5問の各門に対する予想拝た。で第1問の仕分けとかね、えー、そこら辺であれば、まあ、正直言ってあ,のあんまり予想も何もあったもんじゃないんですけども第3問とか第5問とかねまあここら辺はどういったところの点数が来そうかなということをですね 問題内容であったり過去の傾向なんかを分析して、えー、私どものオリジナルの予想として採、えー、点箇所を伏せさせていただいているというところです。でこれあの西尾さんの方ではねあのー、採点箇所自体はご公表されませんので、えー、あくまでも私どもの予想に過ぎないんですけどももうそれしか立てらんないんでね、えー、実際の採点容量がどうなるか多少違う可能性はありますけども、まあ、ただね えー、そんなに大きくですね、えー、自己採点の結果私どもの予想の模範解答ベースの自己採点の結果と実際の本試験の結果がですね例えば15点も20点も離れちゃうってことは、まあ、まずないですよまずないのでだからまあこの「配点箇所に関してはそうですね、まあ、あくまでも一つの目安というふうに捉えていただいて、まあ、少なくともプラマイ5点ぐらいの幅は見といていただくと。 いいう前提でご活用はいただきたいまあ,あ確実性というところを重視するんだったら、まあ、10点ぐらいの幅を持っといてもらえればもう絶対的に大丈夫だと思うんですけども一応ですね、えー、プラマイ5点程度の幅は生じ得るものだという前提で、えー、自己採点にはご活用いただけるとありがたいというふうに思います。えー、そうですねね、まあ、さんの方々、ねえー、今回が 初めての受験だという方もおいでになればあ過去1回ねない、えー、複数回でも、まあ、受験経験はあるんだよという方もいろいろおいでになると思うんですけどもまあ今日のね第152回の3級の問題についてはひ、まあ、一言で申し上げてしまうとそうですねあの標準的なね まあ、あーベーシックなあ3級の出題レベルというふうに言うことができると思います。あの図抜けて難しいということもないし、まあ、逆に言えば図抜けて簡単ということもない。ほんとに、まあ、3級の試験の標準的なレベル、まあ、逆に言うとお今回の試験問題でしっかり成果を出すことができればねそれこそこの1個上である2級であったり更、まあ、にその先なんかのことも十分考えていただけるだけの 土台をちゃんと作ってもらえてるかどうか、ああそれをま確認しましょうというコンセプトの問題になってんのかなっていうのが、まあ私は解いててすごく思いました。だから今回の三級に関しては僕はあの非常にいいバランスのいい問題だなっていうふうに解いてて思いましたよ。おおそこは率直に思います。あのー、繰り返しますけど、図抜けて難しいことはない。かといって図抜けて簡単なこともない。 ねえー、まあ、標準的なレベルというふうに思ってもらえればいいんだと思いますだから今回の3級の試験の問題っていうのが皆さん方にとっての一つの判断指針としてはまあ、極めて使いやすいものだと思いますよお今回の試験でちゃんと成果を出すことができればね、それは3級のを求める 3級、ね、修了者として求められる基礎的な部分はしっかりと自分の中に固めることができたんだということになるでしょうからそれは大いに自信を持ってもらえればいいし、まあ、逆に言うとやっぱり本試験ですから、ねええー、そうは言ったってそれなりに考えなきゃいけないところもあるわけでうまいこと問題止めなかったと、ね、自己採点なんかやってもちょっと合格点数到底足りなそうだなという方も中にはいらっしゃると思うんですよ。でそうなった時に あのもうこんな問題見たくないってのはもう気持ちはわかるけどねあのそうじゃなくてせっかく解いた問題だからさあこの問題が、まあ、3級の合格者となるための一つ標準的なレベルだから、まあ、こういった問題をしっかり対応できるように今後の勉強に役立てると。ね、でもしもしですよ今回の試験で残念な結果になってしまった方はそういう形でこの問題をご活用いただくことができますから。 ね、まずこれをしっかりとこなすでその上で標準的な力を身につけてちゃんと次はねこういった問題に対応できるだけの準備をやって次の試験に挑もうとでそこでねもう悔しい思いをバネにしてさしっかり形に残そうとおいうふうに考えていただけると思うんでそういう意味でも僕ねあのバランスが取れた問題だと今回思います。ねまあ、今回から、ね、い,ろいろ新しい論点もも降りてきただだんだん,だん,だん3級もね 実践的な部分が入ってきていますよ。おおまあ株式会社会計に移行し、まあその変更などとともにね。まあ、いわゆる従前2級の領域であったものが3級の方に降りてきてるというところが、今回まあまさに出題されております。まあ、例えばですけども、株式会社会計がまあ前提になってるっていうのは、まあ大きな流れで言うとそうですけども、消費税の扱いであったりとかね。 さらに申し上げればクレジット売価金の扱いとかまあここら辺なんかがちゃんとこうまあ出題されてきているんでまあ出すよと <laughs> 言ったところはね確実に出してきましたねという感じですよね。ただ僕ね、まあ、今回の3級の級問題の出し方は僕非常に バランスが取れてるなと思いましたよあの変に僕お弁当で言うつもりは全くないんですけど <laughs> あの基本的に毎回あの悪態ばっかりついてるんで、えー、関係各方面にいろいろご迷惑をおかけしてるんであれなんですが、あのー、でもね今日の問題僕すごくいいなと思ったのが消費税の話にしてもそうだしねあのー、クレジット売りかけの話にしてもそうなんだけどね本当に基本的な 本当にベーシックな部分だけでいいからちゃんとこういう新しくね対応してくださいと言われたところについての準備をやった方だったら点数取れますよとそういう形の問題にしてあるっていうのがまあ参考の出し方としては僕非常にいいなと思いました。あいきなりねしょっぱなからこうひねってひねってみたいな形で少しやっぱり自分でね 発展的に物を捉えて解かなきゃいけないような問題っていうのも一つ出し方としてはあり得るんだろうけどそういうことしてないんで、まあ、まずはね新規論点でもあるんで、まあ、ベーシックな、ね、本当にベーシックな処置論というものをちゃんとチェックしてあればそこはしっかりと回答を立てられるようにしてありますよっていう配慮が見受けられたんで、まあ、そういう意味ではまあ本当に、まあ、今日の問題は僕いいような気がしますよ。ね えー、だからまあ繰り返しになるけど今日の試験でねちゃんと成果を出すことができた人はそうだなまあ産の本当に基礎力を身につけていただくことはちゃんとできてるんでまあそれこそ次のステップなんかを。 考えてももらうことも十分できるでししょううという気がしますで今日の、まあ、問題の中でねいくつかやっぱり特徴的な部分はあるかなと思うんですけどまず全体的なお話、まあ、時間がないんで30分ぐらいかないですからあ各問題のポイントバッと言ってきますけどまず第1問はね特にこれは際立ってどう,こうというのはなかったかなあのー、ちょっと今日の第1問に関して言うと僕個人的にはですけど少し落ち着いたなっていう感じがします。 まあ従来のお産経の本試験なんかで言えばもうちょっと難しめの論点が出たりっていうところもありますけども今回はそうだね変に難しいい問題がないんですよだからあ今日の第一問に関してはまあどの問題見てっても少し株式学校とか新しい話はありますけどね、えー、ただどの問題見てっても、まあ、多くの受験生さんしっかり受験対策を取ってこられたあ受験生さんであればあこれいけるこれいける。これいける いう形の問題がりかし多く並んでる、まあ、言い方変わるんとこれ少なくとも問題文見た段階で「あわ,わかんないやんない」とかっていう話じゃないので、えー、手を出していこうと、ね、いうふうにまず思えるだろうし前向きに問題見れるだろうし、えー、実際にその前提で問題解いたらねえー、5つちゃんとそれなりに自分の中で納得解回答が出したと。 ね、そういうい問題だっよような気がするんだよねだねからまあ例えば第1問なんか一番最初にやった時に少しこうねホッとするっていうのかなあ今回なんか仕分けいけたなとおいうような感覚を持っていただけた方も多分いらっしゃると思いますよ。で、ねまあ、そういう意味では安定した問題だったような気がしますんで今回ちょっと第1問はね えー、受験生さんにとっては対応しやすかったような気はします。で第2問に関しましては伝統的な材形式をまあ少しね小、えー、固定資産売却損益の算定なんかも絡めてますけども、まあ、今回、えー、補助簿選択の問題の中で、えー、そうですね回答用紙に列挙されてる補助簿等の中に小、まあ、固定資産対象っていうのはねあんまり見慣れないものも お出てはおりますがただまあ読んで字のことしっちゃ読んで字のことしなんで今回第2問も比較的対応はしやすかったのかなっいう気はね僕個人的にはしましたねあ。まあその見慣れないようなあんまりね、まあ、実際問題出題実,実績として多くはない、えー、固定資産台帳なんていうのも出てますからまあそこら辺ね固定資産台帳っつうぐらいだから固定資産の話を書くんでしょ。 なんとなく判断はつくような気がするんだけどもし最悪それがつかなかったとしても、まあ、それが直接影響するのは16日だけの話であって2日18日25日ここら辺の取引内容は、まあ、従来この手の問題。 まあ当然過去問等を通じてないしは教材通じてね準備していただいてると思うのでそうすると必然的にこの2日とか18日とか25日はどう考えたって固定資産代償なんて関係ない話ですからなじみのある論点でしょだからそういう意味ではやっぱり第二問も対応はし,なくしやすかったような気はする。で第三問あたりは資産表の問題でこれもねまあ今回量が多いわけでもないしねえ 図抜けけてるよ多いいわけじゃないでしょでそうだな金額なんかが荒れてるようなものもないのでまあ一般論で言うとこれも対応はしやすかったかなただ皆さん方に仕訳を切っていただかなきゃいけない9月中の取引の中でねまあさっきも言ったけど例えば3日あたりクレジット取りかけ出ましたね、まあ、ここら辺はちゃんとね。 審判会社に対する節料相当分支払い手数料を落とすんだよとかっていう基本の扱いしっかりチェックをしておいてもらわなきゃいけないねっていうのはあるしあとはちょっと考えちゃったかなっていうか引っかかっちゃったかなっていう気がするのは8日8日の取引だねオフィス拡張につきビルの4階部分を1ヶ月あたり16万で賃借する契約を不動産業者と締結し保証金すなわち資金32万と 不動産業者に対するという改定数料16万当座から払ったと。まあ普通に冷静になって問題を読んでもらえればあんまり問題なんだけどあの今皆さん方は賃貸契約を結んだだけであってですねそれに伴ってですか敷金と業者に対する手数料を払っただけなのね何が言いたいかというと1ヶ月分の賃料16万。 まあもうこういう契約なんだっていうことで書いてありますけど今賃料16万払ってないからねあのちょっとそこら辺はしっかり問題の文脈を読んでね今求められてる取引処理は何なのかということを正確に把握するということが必要でしたから、まあ、もしかしたらちょっとここら辺ね、あのー、慌ててちょっと処理しちゃって、えー、賃料お支払い家賃とかでねやっちゃった。 まあそこ入れちゃったっていう人もいるかなという気はするんだけどもそこらら辺だけちょっっと注意してもらえればよかかたのかないいうふうふに思いますねまあでもそれぐらいかなまあそれ以外はわりかしやっぱりベーシックなような気がするんでまああの僕はもともとですねこの REC という予備校でねあの会計系の講座としては一級であったり税理士の募金論財務所論という科目を持って担当させていただいてるんですけども まあ上位を担当する講師の立場から言わせていただくとこういう問題がちゃんとできるようにしといてくださると産休の段階でちゃんとこういうものがねえ対応できるようにしといていただくとまあ上に来ていいただいても安心かないう気はするねやっぱりねこういうベーシックな問題を着実に解いてねしっかりと対策合わせられるようなあそういう努力をやっといていただいた方って上行った時にね絶対行きますよ、ね。 だからまあそういう意味では僕ね3級の今回の第3問もいい問題だと思いますね変に突飛ではないんでまあ問題本の読み取りなんかちゃんとやらなきゃいけないですけどもボリューム的にも続けて重いわけでもないしまあまあ妥当なとこじゃないですかね今の話じゃないけどこういったところをねしっかりと基礎固めとしてやっとくとまあ 別に皆さんみんながみんな上に行くわけではないでしょうけども将来的に上なんかを勉強してもらおう2級やってみようとかと思った時に絶対これ武器になるからそういう意味での基礎力確認にも向いてる問題だったような気がしますね、まあとは言ってもやっぱり問題文の文脈であの少し誤認が生じたりっていうのはありがちですから、まあ、それをどうやって潰すか、ね、そういうのがちゃんと出ないようにどうやって対応するかっていうことまで配慮すると。 いうことが必要だったと思うんですけどねまあでもいい問題じゃないですかで第4問は伝票伝票に関してはもうこれ古典だねあのー、これはもう昔からある問題ですからまあこれはちゃんと伝票の対策取っといてもらえれば十分いけたんじゃないかなだから今日の3級はねやっぱ第2問第4問というねあの比較的 あの重たい問題って2問とか4問に結構出る場合があるんですけどもあの今日の3級は、まあ、2問4問は重たくはない。ねはあ、何ですかこれっていうような話ではないので、えー、そういう意味でやっぱりまあ繰り返しになるけどちゃんとやるべきことをやった人は報われる問題になってるだろうね。ももううそそれ問問目目だね5問目はあの PL とか、BS、の作成になってますが そうだなあまあ今回の第5問はねちょっと特にズムけた論点ないけどまずあの会計機関ねあのまあこれはもう別に今回だけじゃないけどいつもそうだけどあの会計機関ちゃんとチェックをしていただいてまあわりかしあの3級の問題ってのは未だにね 過去問なんかをメインでやってる方特にそうですけど従来はもう個人商店前提ですから12月末決算が非常に多かったですがちゃんとこれも3月末決算だっていう事実をしっかり読み取ってで読み取っといてもらわないとこれ8番9番あたり決算成事項の8番9番あたりに出てくる費用収義のみこし繰りのべく根本的にずれちゃいますからねあのそこぐらいしか逆に言うと注意するとないんですよ。ねそれぐらいしか注意するところはないような気がするしでこの中の7番あたりに出てる消費税。 税抜き処理ですからね、決算セリマイスさんに載っている仮受消費税仮払い消費税を総裁することで事後的に納付するべき金額すなわち未払い消費税との特定をするという問題でしょで、そういったまあベーシックな論点ではあるけどもやっぱりね、うんうん、新試験の範囲に降りてきたものはちゃんと入っているというところもあるからまあそういう意味からも妥当じゃないですかね、うん、まあ もうちょっと僕は個人的に言えば貸借対象の科目の空欄とかあってもよかったのかなと思うぐらいですよ。ね、でもまあまあ今回はそういう部分ではわりかしアシストも効いてるし本当にねあの僕はあんまりベタ褒めすることはまずないんですけど今日の3級は僕いいと思います。本当にあの変に変ぎちゃってもね あの本当はちょっと、ねえー、ここで受からずに次の試験まで頑張った方のが良かった人が受かっちゃうことによってね、えー、土台曖昧なまま上に来ちゃうとかっていうこともまあ試験ですから日照の武器はどうこうじゃなくて他のもの含めてありえるわけだけどもそういうことはないんじゃないかな。あーやっぱこれはねあのラッキーパンチみたいなやつで受かるほど簡単ではないですよやっぱり。 ちゃんと準備すべきものを準備した人は報われるけどもそのなすべき準備の方向性がまず根本的にずれちゃってるとかあまあもっと言っちゃえば根本的な準備が足んないとかそういう人はやっぱちょっとねあの結果が伴わないことになるで逆に言うとそのしっかりと準備をしてきてくれた人であればちゃんと点数詰めますよと。 まあそういうコンセプトの問題だなというのは、まあ、僕も問い手で,で色濃く感じましたね、えー。だからそういう意味では僕いい問題だと思いますよ。まあ、偉そうですけどこんなこと言うとね。まあでも僕は今回の試験は良かったなと思います。だから今日の3級の試験でまあまだ結果は当然ね出る人方がいませんからあれですけどまあ早いとこだったら1週間後ぐらいからかな結果が出始めたりもするでしょ。でまあそういった結果なんかを見据えてね 3級、えー、でしっかり合格することができた人は、まあ、ちゃんとやるべきことをやってきたんだというふうに自分で自分を判断していただければそれでいいと思いますよラッキーパンチでは受かんないですまぐれ当たりみたいなと受かる試験ではないちゃんとやるべきことをやってなければ受かりません、えー、そういう意味では、まあ、適正に、えー、能力評価ができると思うので、まあ、僕は今日の3級は良かったなと思います ね、えしっかりやってくれた人がね受かる試験っていうのはやっぱ一番いいですよ。で逆に言うとまあとやるべきことをやってない人まで僕は受かってほしいとは思わないので、まあ、こんなこと言うとおばらしちゃうかもしれないけどね、えー、それをやった人に失礼ですからなあ。ちゃんとやるべきことをやった方が報われるという試験になってると思うのでだから、あのー、これはね何のために僕この話をしてるかっていうともしね 今回の試験で結果が出なかった人、まあ、今の段階でもちょっとしくじったなと思ってる人いると思うんですよ。でそのしくじったなと思ってる内容が根本的にどこにあるのか原因はどこにあるのか例えばまあ単純に残高資産を作れって言われたのに合計資産を作っちゃったとかそういううっかりミスの類であればねそこはある意味しょうがないって言ったらあれですけどもお実力をお測定するという意味ではちょっとそれはね 今回の試験が合わなかったっていうことにはなるのかもしんないけどもあのそういう類のことではなくてあの根本的に例えば第1問の仕分けがね、えー、3つぐらいも分かりませんとかあ第3問の試算表が半分も取れませんとかいうことになっちゃってればそれはやっぱりね、あのー、ご準備のいただき方あーそれをちょっと見直していただくと。 いいうようよよななこととやっっぱり必要になってくると思いますよでそういったことは私どもレックのような予備校でもね、えー、お気軽にご相談はしていただければとは思うんですけども、まあ、逆に言えばあ一生懸命なすべき方向性妥当な方向性でしっかり準備された方であれば今回はちゃんと結果がついてくるというものだったと思います。だかからね、まあ、どっちとというと今日は多分 それなりにちょっと期待をしながら試験会場を後にできた方の方が多いのかなああいうふうに思いますけどねまあ人と,とりあえず僕は今日の問題に関しては一安心でしたね問題見た時はああよかったなとおまあこれならしっかり準備した人だったら戦ってきてくれるんだろうなとこういうふうに思いましたんでまあそういう意味ではねいい問題だったと思います。はい というのののが、まあ、僕の今回の感想です。まあ、ただあの試験ですから本当はね、えー、ちゃんと基礎力実力も持ってるのにやっぱりちょっと気持ちの問題っていうのかなメンタル的な部分で、まあ、試験の解除って独特だしねその空気に飲まれちゃう時っていうのもやっぱりあるからさあ身につけた知識、ね、力というものを、まあ、思う存分を発揮することがうまくできなかったという方もいらっしゃるとは思うんでねまあ 一概にどう,こうといまあでもできた方はできた方、まあ、できなかった方はできなかった方あーいずれの方においても一つ言えるのは今日の3級の問題はね試験時間うんぬんということではなくまあやかもしんないけどせっかく勉強したんだからあー1週間ぐらい経ってからでもいいですけどねもう一回今度は事件関係ないじゃない。ね でうちが出させていただいた回答速報でもいいし他校、まあ、さんも出しますからそういったものを参考にしながらでもいいと思うんだけどももう一回ちゃんと解き直した方がいいよ。ねそれは産休の実力をちゃんと自分でね、えー、身につけてるかどうかいうことを確認するの,のうってつけの問題です。えー、その前提かからすれば合格はししたけけどもやっっぱり間違えちゃってるるとところとかあるわけでしょ ね、100点満点じゃなきゃ当然あるわけですからでその間違えちゃったところっていうのもしっかり見直しをしていただくにはうってつけの問題だと思いますよ。ねえことだけど変に突飛なものが出てるわけではないね、本当にもう今日に忠実な論点を問われる問題になってるからさ間違えちゃったところをしっかり固めるでそうすればまずは今日の試験に向けて皆さん一生懸命やってきたんだからああそこで得た知識っていうのは自分の中に残るでしょ。ね、少ななくとも何も何しないよよりりは残りますよ でこっから先、えー、もうすでに2級チャレンジしようと思ってるとかね税理試験やってみようと思ってるとか、まあ、中には会計士とか考えてる方もいらっしゃるかもしれないまあそういった方は特にそうだけどもまあ,あやっぱり冒頭箇所なんか多い少ないの差はあるかもしんないけどもこれはやっぱり全部潰しておかなきゃダメですよ。ねえー、やっといた方のが皆さん方今後に必ず生きるから。 ね、まあそんなところは是非ね意識していただけるとよろしいんじゃないかなと思いますよ。で最後にね、まあ、ちょっとご案内だけしてくれって言われたんでしますがあの今月今月後半です、えー、6月の29日30日に私どもレッグでは、まあ、今回の検定試験の受験者などがメインになりますけど小学生試験簿記会計系の小学生試験これやります。級、まあ、級レベル1級レベベルル え具体的にはですねあこれか2級向け小学生試験、ねえー、1級向け小学生試験2つ小学生試験をやりましてで2級向けの小学生試験っていうのは出題内容が簿記3級レベルです。ね、で1級向けの小学生試験っていうのは簿記2級レベルです。 でそれぞれ試験を、まあ、一定の時間で受けていただいて30分程度ですけどね受けていただいて得点状況に応じて割引率のねちょっと異なるチケットを差し上げようという形になってます。でまあ一生懸命勉強していただいた方別にこれあのチケット取っていただいたから必ず申し込めとかそんなことはないです、えー。とりあえずチケットだけ持っとくっていうのも全然ありですから、まあ、この小学生試験っていうのをね29日30日に実施します。 あの別に予約等なくても大丈夫ですで実施の拠点これ、まあ、各本校って言うんですけどね各校舎の方で実施するんですが、まあ、詳細はホームページの方で確認していただきたいんですけどもね、えー、29日30日両日程においてそれぞれどの校舎でいつやるかあ一覧表載せてございますから、まあ、ご自宅の最寄りの校舎で、ねえー、お時間の都合を合う方は是非前向きに検討していただいてね小学生試験なんか。 受け取いていただくというのも一つありかなというふうに思いますんでねまあ、もしよければですもうもうもう今週試験やってね6月末にもう一回試験かもう嫌だよっていう人もいるかもしれないけどねあのもしもしやじゃなければね、えー、お立ち寄りいただけるとありがたいというふうに思います。 はいというところでございまして以上をもちまして本日の第152回日商物件で産休に関する回答速報は終了となります。皆さんお疲れ様でございました